高神社は福島県南相馬市原町区にある神社。式内社論社で旧社格は県社。神体は王庫から廃刊を拒まれているため不明。高の像ではないかという説があるが、この高の像は社殿にある白布の高が神体であると誤って伝わったものだとされている。高神社は道の区国行方軍に鎮座する演技式内社八座の主座にある。 多賀神社の名を持つ神社の中で、全国で唯一の名神大社の位が与えられている神社であり、東北地方の多賀神社は、当社を根源とするものだという。由緒は不詳だが、創建は、慶光天皇40年に、統制のためにこの地を訪れた日本穂高により、戦勝祈願のために誕生されたと伝えられる。現在の鎮座地の北西にある古内地区には、 大田川が流れており、そこには大明神河原野という場所があるという。王子の社地は大明神河原野の南の丘陵地にあったと伝わる。中愛天皇7年2月、暴風雨により、社殿が流されて大破し、近くの大田川の岸辺に漂着した。同年9月に足の平に潜座した。攻略2年には、藤原義盛騎進の命がある和口があり。 本殿内人にかけられているという。上皇四五月三年四月から明暦元年には宮祠らを修復し、相馬忠種が木材を寄進した。元禄年間には相馬正種が崇敬する吉田神道の神殿である洋窓のお城内に混流、その際にゆえあって高神社へ白布の高の像を彫刻して奉納した。この白布の高の木像は図紙に納めて保管されていると、 伝わる。現在も、白布の高像は、社宝として本殿内に暗記されており、社殿によれば、白布の高という名称は、一見すると、普通の木像だが、羽の部分が、光の当たり具合により白く見えるということから、名付けられたという。教法9年に、相馬正種が、社殿一国9と余りを寄進するなど、歴代相馬藩主からも熱い数計を受けた。 明治6年に豪舎に指定、昭和19年には、県舎へと定められた。高神社は、古来より、延命長寿、願望長寿、家内安全、安山長寿、会場安全、大量満足などのご神徳があるとされるが、戦勝祈願のために勘定されたという由緒があるため、特に選挙での必勝祈願に訪れる数形者が多いという。平田内部平田の師天井には、 動植物や人物などの再色絵画が施されている。また、正月三が日の期間のみ、閉殿の本殿を扉前にごま団が設置され、そこでごまぎ刀が取り行われる。ごまぎ刀では、診察や授与品などを直接ごまの炎にかざしての祈願が行われる。拝殿内部拝殿内には、イザナギノ村とイザナミノ村の絵馬や、高野会が明治38年に、 日露戦争での旅順陥落を記念して奉納された国家鎮護の額などが収められている。参道には神池があり、中央の小島には孔子、高松健信者の少子とコンピラ神社の石碑が鎮座している。第一鳥居は岩木大田駅の南東、常磐線の線路沿いに立つ。南相馬市小高区の相馬小高神社近くに鎮座する。祭神は高尾神。 闇神である。貴船神社の創建時期は不明だが、現行3年以前から信仰されていたとされ、奥愛志によれば、身体を収めた箱には、宝縁後期美年8月に造営されたという名分があるという記述がある。なお、身体は、竜にまたがり、白衣を着た像であるとされる。文治5年に、相馬しつが、行方軍を領地とすると、貴船神社を、 軍内の僧者とし、社殿の就職を行うなど厚く信仰した。貴船神社は、主に旧、留めう、五穀宝城、海運出世、武術の神として信仰されていた。奥愛志によれば、南小高湯の貴船社内に高神社があったという、宮形二尺五寸の社殿であった。慶光天皇の時代に誕生された神社で、祭神は、伊沢奈義の尊と高見結び村の二座。 愛、殿神として、開古用明神を祀っていた。文化十二を追いし、相馬藩主である、相馬松愁は、士官社家と渡辺春綱という者に、行方軍内の式内者八座を調査し特定するよう、命じた。渡辺春綱は、演技式内名神大社とされる高神社は、高村の孔明寺境に鎮座する高大明神で、あると報告した。その報告に対し、 小高雄の貴船社の士官である高玉丹波というものが、高神社は、小高雄に鎮座する少子であると、神臨した。それによれば、高神社は三種の神器のうちの八坂にまが玉を、知主神として誕生した神社であり、古えより、小高村の地主神であると報告した。士官家の先祖は、もともとは、高玉と名乗っていたが、高神社にはばかって、高玉と名乗るようになった。 多賀信仰の総本社である、滋賀県の多賀大社は、お多賀様と呼ばれており、小高里の名前は、鎮座する多賀神社を、ご高と称したことにちなむという。高田玉市は、小高区の相馬小高神社近くに鎮座する、木船神社と多賀神社の祭祀を司さっており、木船神社から10軒ほどの小高湯二本松という場所に多賀神社が鎮座していた。その後、元禄年間に起きた洪水で、 高神社は流されたが、農夫が水中から祠を拾い上げて木船神社の境内に合祀された。以上の小高雄の高神社に関する遺書を、高玉丹波が書き記して藩へと報告された。しかし、奥愛心の記者によれば、など、高玉丹波の説は疑うべきところが多いとしている。現在、木船神社参道入り口にある遺書書の石碑には、祭神は、高尾神。 闇神と記されており、高神社については、同章同座で鎮座していると記述されている。相馬地方には、上記2社の高神社を含めて5社の高神社があるという、所在地。ありがとうございます。